やば、波めっちゃ波いいやん。わっ、これやばい。皆さんおはようございます。今日も豊橋に来ておりますけれども、むちゃ波いいっす。やばい、しびれるこれ。むちゃむちゃいい。うわー、しかも色もいいな今日、海の色も。うわー、やばい、雰囲気最高。いやー、寒そう。すぐ寒そう。あー、砂がちょっとでも落ちたな、ここビーチ。ちょっとえぐれましたね、砂が。うぅ、いい波、やばい。今日グッドコンディションですね、完全に。ちょっと波の音はうるさいんですけど、いやそれだけね、いいブレイクしてますよ今日。めちゃめちゃ波いいですね。あと2日後にはですね、ここのポイントでですね、刺身というね、イベントを行いますね。今回僕もそれに携わらせてもらってますんで、すごいワクワクしてます、ね、昨日もちょっと寝れなかったです。海来る前に寝たんですけど、見てください、このポイント、この上、この波でやるんですよ大会。しかも32人ね。今の現時点での予想では、まあ、20分ヒートを想定してますね。はい、ハイフスウェルがねちょろっと入るんじゃないかなっていう予想はしてるんですけど、まあ周期も高くて、まあセット感もいい感じに来るんじゃないかなと思ってます。朝一の満潮でこの割れ具合なんで素晴らしいですね。めちゃめちゃ嬉しいです。やっぱこのバンクでね大会できるっていうのは最高ですね。で、刺身ザコンテストの翌週にはですね、愛知県のサーフィン選手権が行われますね。いつもはね赤羽方面でやってたんですけど、あの今回はね、あの豊橋でやるということになりました。はい、いやそちらもね一応僕出場するつもりです。オルタナティブクラスみたいなクラスがあるらしいんで、今回それに出てみようかなと思ってます。はい、じゃあちょっと海行ってきます。あるあるね、ちょっとエイシンさん来てくれたんですけど、さあニューボード、トモヤくん、カールカール、これ日本フィッシュからの派生ボードですね。
フィンがなんか縦についてる感じがする。まっすぐ。ちょっとフィンもあれなんですか。実は、うん、ベースが広い。リッチハベルから託されたスキップフライのオリジナルテンプレートからいじった。うおちょっと待っておいちょっと待ってくれ今聞きましたこれいつ放送これ刺身じゃん刺身のこれ刺身ボードじゃんもうじゃあ刺身の裏ちゃんでしょこれから刺身の裏ちゃんだねやばいめっちゃ調子よやっぱなんか飛行機っぽくも見えるね本当にやっぱニューボードはいつもテンション上がるねあーいいっすねあーマジかっこいいワックスアップワックスアップしていきますかえこれゴーさんもじゃあ相当頑張って巻いたゴーくん1日で巻いたもんうそすごいねゴーさんこれは朝やってマジフィンにフィンができるのに丸1日かかっちゃうんですよあそれをグラスアップするのにもう1日かかるんですかあなきゃいけないはいはいはいだけど1日で巻いたうわと思って、うん、もう夜中グラスアップしに行ったあ、逆にボワれたボワれたなこれそりゃ痩せるわ、エイジさんちょ、マジ痩せてるもん最後3日が寝てないもんじゃガチで痩せません痩せたっすよね痩せたゆっくりしてください良平のサーフィンイメージを、うん、トモヤ君にも乗ってほしくてあ、そういうことねへぇ、5-2 はいトモヤのいくつですか5-5あれ5-5だこれいくつなんですか5-6あこれ5-6なんだえ5-5とか5-2これ5-2のサーフィンイメージがなんかつかないなフィッシュの今はもう結構リラックスして乗る感じですよねいやよりポケットに近いあそうですよねポケットっすよねそのポケットに近いのってやっぱり、うん、ワイドがある分短い方がそういうことですよね見やすい確かにちょっと引っかかったりしますもんね、うん、今まで日本フィッシュはロッカーをつけてたんだけど、うん、そのロッカーを押さえた押さえてね、はい、あじゃあロッカーを押さえてあるんですねやっぱねさあじゃあ智也くんやりますかんいや熱い熱、うん、もうウェット着ない方がいいちょっと熱いエイさん乗ってこないよよしやりますかじゃあちょっとやろうはいはいちょびっと浸かりましょうかちょっとちょっと並べてみるか分からんなあれワイドが広いわ前のワイドがでかいね前のワイドってかこう全体前のワイドがでかいね全体的にねシャープだね全然違うわロッカーは一緒だろロッカー一緒なのへえじゃあ楽しみだねえしかも1日短いもんね5-5、5-6いやでも5-6で5-5って言っとったさあちょっとこれはカールカール新モデルですねちょっと乗ってみますやばそうともやさんはやばいってもう大絶賛してますねこれどうですかともやさん最高横に出る力が違う水つかみがすごい水つかみがすごいらしいです水つかみはい、お疲れ様です。いやー、今日はですね、刺身、2日前のね、コンディションでした。はい。まあなんかあの、海の中もですね、フィッシュラバーたちがたくさんいましてですね、まあなんか、比較的、盛り上がってるって感じでしたね。はい。今回ね、刺身、ね、ホッキ人になるのかな、ね、やっぱりそのやろうみたいになった、まあ、元のねあの発端 の, そのサーフボードを作ったね、佐藤栄信プロもね今日、いましてねちょっといろいろ話もしましたまあ明日から僕も運営の方でこう張り付きなんですけど、まあ、当日はもう僕が運営側なので MC と、運営サイドでね、まあ、朝からずっとこうおもてなしをするね立場になりますもう日頃ね NSA 批判バンバンしてますから逆に僕は批判受ける側になるかなと思いますので、
まあ、今回ねお客様をおもてなしするという意味合いでもね、尽力するつもりでね、頑張ります。はい、まあ、波の方はもうね、見ての通りもうパーフェクトオブパーフェクトっていう感じですね。はい、めちゃめちゃいいです。今回の地形なんですけど完璧すぎてちょっとハードマジでちょっと完璧すぎてハードだったっすね。今日朝疲れたっすもんね。まあ明日は道の駅の方でちょっと物販だったりとか前売りの販売と T シャツの販売もしますんでね、もしね、気になる方はね、道の駅の方に遊びに来てください。佐藤栄信プロもね見えますので、ぜひねお時間ある方は来ていただきたいなと思います。はい、まああとはなんだろうな、まあ今後の YouTube の展開なんですけど、まあおそらくこの刺身コンテストの動画をね、まあどっかのタイミングで出せるかなと思います。収録しますんで、ただ収録はするんですけど動画の多分量が膨大になるので、まあちょっと編集はかなりちょっと後々出す感じになるかなと思います。まあ僕の YouTube で出すのかちょっとどこで出すかはちょっと未定ですけどね今のところ。はい、ただまあ少しぐらいは YouTube 用の動画を撮ろうかなと思ってますんで、まあそちらの方もね皆さん楽しみに待っていてください。はい、今回僕が手掛けた大会になりますので、はい、どういった大会になってるか楽しみにしていてください。はい、であとはまあ9月に入りますんでね、この刺身が終わると、そうするとまあ僕の中ではね愛知サーフィンコンテストというね愛知支部のね、支部の中でやるコンテストがあるんですけど、まあそちらの方に参加しようと、でそれも豊橋の今回のバンク使うと思いますんで、まあそこでやろうかなという感じですね。はい、まあ、それに出場するのと、まああとはその月末にある、マスターズオープンですよね。マスターズオープンの方はね、まあ僕が気合入ってるんでかなりねちょっと燃えたるぜって感じでね、はい、ちょっと言わしたるぜっていう感じで、冷静ぶっ壊すぞっていう感じで、はい、やっていくんで、はい、相変わらずね、はい、イベントが尽きないんですけれども、皆さんね、お付き合いよろしくお願いします。はい。まあ、楽しいことばかりじゃないですけどね、YouTube やっててね。ただ、こうやってコメントをいただいたりとかね、皆さんからこう、なんかこう、いろいろアクションをいただくと、僕の中でもこう、励みになりますしね。まあ、これ本当に YouTube やってる人、あるあるなんですけど、よくね YouTube で YouTuber がコメントくださいとか言うじゃないですか、グッドボタンとか。いやあれね結構ね YouTube やってる側の人間、編集者っていうかこう発信者側はすごい見てるんですよ実は。で皆さんが思ってるよりももっと細かく見れるんで、そういった意味でもそういうアクションを起こしてもらうと、あこういう動画がいいんだなとか、あこういうことすると喜ぶんだなとか、あこういうのを欲してるんだなっていうのをねこっちでもこう確認できるんで、皆さんね僕のチャンネルに関してはもうねやりたい放題やってもらって結構なんで、ぜひね書きたいことは書いてもらって言いたいことは言ってください。はい、そんな感じで皆さんサーフィン行ってらっしゃい。